なんでか知らんすけど、みんなが助けてくれる。あ、そうなんだ。向こう行ったらなんかみんなが助けてくれて、日本人もいつも助けてくれるし、まあ、特に日本人とかかな、やっぱ言葉ができない時にサポートしてくれたり、大学にスタッフに日本語喋れる人が一人いたら、その人がすごい助けてくれたり、なんかね、こっそり「めちゃイケ見てました」っていうもんで、私もこっそり「ちょっと個人的に連絡先教えていただけます？」っつって いいんで、だ、優しいな。もうちょっと分からない書類とかいっぱいあって、その一人じああ、よゃ、かったね。そう、一人じゃできない時助けてもらったりとか。おお、面白そう。でコンピューターがとにかくできないので、私は今まで使ったことなかったもんで、でもやっぱコンピューターとか、今全部コンピューターでやるから、変わった。だからもうそれとか助けてもらって、あんなもん開いたらもう全部の貯金額が全世界に取られるって言ってたもんね、昔。今もそれは思ってます。今も思ってんのかよ。深刻。そ思れっはてい思ます。ってます。知的に言う言葉じゃねえ。変な詐欺にあったりしたことないの？大丈夫？詐欺はないな。詐欺じゃなくて、じゃあ、詐欺もないし、あ、あれは。パクられたじゃないや。なんていうの？ごまかされた。お金を。あれはあった。バス停でバス待ってる時に、あれ誰かぶつかったなと思って、あれと思って、いないな人がつって、バスがやっと来て、ああやれやれ、重かったって下ろしたら、リュックのチャックがちょびっとだけ開いああ、てそれて、だ。何すられたと思ってよく見たら、チャックのなんか汚れてんの。でも、もう見てみたら、一口ゲロ入れられとった。待っ嘘でてしょ。本当にね、シャック、すジごューシャック、はあ、私が。だけどその時私ね、真冬のサーモンフィッシングに行った帰りだったもんで、もう本当に心底冷えて疲れとったもんで、一口ゲロ入れられたバッグ横に置いて、もう何も感じなかった。もう疲れすぎて、疲れってそういうもんなんだね。40分ずっと、もう40分何も。で、まあお家に帰って、で、その感情がなくなるんだね。大きいバッグに入れてたもん、大きい方の口はまだ綺麗だったもんで、本当に大事なもんだけ取り出して、あとはもう全部捨てなきゃだけど、向こうはゴミがね、うちの特にホストマザーが厳しくて、燃えるゴミ、紙、生ゴミは、その夏の、オーガニックつか、その生ゴミとティッシュペーパーのこことか、プラスチッしっかりク、してんだ。そう、だから、玄関でその汚いリュックをさ、ゴミ袋を自分で持ってきて、でももう分別が分かんなかったわけ。どうしたらいいんだろうっつって、でちょっと半泣きで、ファスナー部分とかそうね。そう、待ってたの。そしたらママが帰ってきたもんで、これはどっちのゴミだっつったら、ママがね、ガーベッジっつって全部まとめて捨ててバーゴミ。ッて。あれ、これ分別しなくていいの？って、いい、安い子はもうガーベッジっつったね。もうやめて、全部ゴミっつって。見たくもないわっつって。電気やっつって。なんでそこに入ったかね、ゲロを。わざわざチャック開けてだよ。もう面さ、シュッペッ、シュッシュッシュッ。何回かやってんだ、君。やってるな。やるよ、やるよ、あいつ。シュッ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 。ペッ、シュッ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 。本当に後ろにいても誰もいなかったから、あれ気のせいかって、私すごいそれは覚えてたね。あれ気のせいかよ。ゲロハン、ゲロデカ、や、あいつやるよ。仕事が早いってことだね、じゃあ。恐ろなのでさ、しい。なんかさ、後輩がくれたキーホルダーとかさ、そういうのも汚れちゃったので、もうそのまま全部ポイ。そうだよね。なんか洗ったって消えないもんね、イメージあは。られないしね。それでもってなんかさ、人力車にあった、なんか東京03かなんかのボールペンとかさ、なんかちょっと、思い出もあるような、ないような、なんか変なグッズとかいっぱい、後輩のね。そう、あと私の作った大久保さんマスクとかね、ゲロまみれになっちゃってね。なんか、ガーベッジ。ガーボラルデのことない。ボラルって言うんだっけ、その。ああ、あれ、これ100円のはずなのに、なんで200円も知ってるじゃんみたいなこと。それもないな。でも定価通りだな。値切る文化はないもんで。ああ、そうなんだ。日本に近いかな。なんかすっごい旅人に優しいらしいよね。あ、差別はないですあ、ね。よかっいたろんなね。人種がいるんで、人種の差別があんまり、その、
住んでる人たちにされるってことはないですね。逆に留学生とかがなんかそういう国から来た人がちょっとお高く泊まってる人がいるとかいう話はちょっと聞いたりしますけど、うーん、私はもうババアだもんで。ババアっていうことは分かってんの？あっちは年齢言ってんの？年齢は言ってなくて、若い若いとは言いつつも、うん、やっぱり私だけ飲み会に呼ばれてない時に、あ、ババアだってバレてんだって気づくよね、うん、嫌われてるじゃなくて、嫌われてるじゃなくて、すごいみんなで仲良くやってるけど、やっぱり10代は10代って嗅ぎ分けるなって、やっぱ50代は誘わないんだなって。で、私を誘ってくれるのはやっぱりオーバー28以上みたいな感じ。飲み行こうとか。あ、そうなんだ。そう、やっぱそうなる。10代は誘わないですね。そうかもね。うんうんうん、生意気だと思われるとか、あっちもそう思うかもね。いや、まあ、しゃべってても面白くないか。面白くないでしょ、50歳、ね、自分が10代の時に50代の、気使うよね、やっぱり。だって親より上ですよ、うんうんうん、みんななんか私の年齢で、わー、うちのマザーより上だみたいなこと、みんなそれ言うもん。へー、うちのマザーより上だったらもっと大事にしなさいよって私は言うのよ。そういうとこですよ、嫌なのは。50代の嫌なとこ雑に扱うんじゃないよって、私のカバンを持ちなさいなってジェントルにしなさいよって。そうでもさ、その全然未練がないってのに私びっくりしちゃった。あ、テレビとか、テレビとか、ほら芸能界の人っていい人多いじゃん、割と、はいはいはい、そういうところに帰ってこなくてももう大丈夫って。私はね、それだけがね、最初はね、怖かったんですよ、うん、こんなに面白い人たちとね、うん、もう二度と会えなくなったら、そのなんかポコッと心に、数年は、1年は会えないような、穴が開いちゃうのかなと思ったらね、うん、もうね、どの人でも結局ね、喋ったら面白い。多分ね、芸能人もっと注意した方がいいですよ。どういうこと？あのね、素人も面白い。あ、そうなの？プロじゃなくても普通の一般の人でもめっちゃ面白い人いっぱいおるもんで、もうさ、よう私こんな仕事できたなって思うようになっちゃった。私より面白い人山ほどおる。ああ、確かにね。でも面白いです。あれ言ったっけ、イスラエルの女の子はね、来ててこっちに、うん、でまずいお寿司を食べてたの、うん、まあ、ちょっと生臭い、私からしたらちょっともうこれ生臭いみたいな、うん、それでだからさ、わさびをちょっとつけたら、うん、この魚のその匂いが消えるから、わさびを私たちはつけるんだよっつって、うん、いや、あの、ディサピアするからっつって、匂いが消える、やってみなっつってやったの、うん、そしたらね、辛かったみたいで泣きながら廊下走ってって、知らんことした。で戻ってきた時に、私がディサピアしたじゃないかっつったの面白い、ワーボーと思って、それツッコミでしょ、うん、わー、この子すげー、なんか育てたらできるぞと思ってだからなんかちょっとそういうの発見するとすごい嬉しくて、あ、うん、これツッコミじゃんってなんかそれでもね、もう一回転倒させようと思ったの、もう一回やって、もう一回やってっつって、でもう一回やったら大爆笑なのに、そこはやっぱりやんないのよね。さっき言ったじゃん、嘘ついたじゃんっつって、もう信じないで終わっちゃう。あ、まあそうだよね、 笑わせようと思って言ってるわけじゃないんだよね。だからそこもう一回乗っかってやって廊下走って戻ってきたら、もうめっちゃさ、天丼のステップまでいけるじゃんと思ったけど、やっぱちょっとそれは無理だった。それはね、ちょっとね、デリカシーがね、無理だったけど、でもわあ面白いと思って。へえ、偉いもんだね。そんな、なんか多分共通する点はありますわよ。ああ、そっかそっか、うん、じゃあ別に離れてもこれは困ったみたいなのは全然ないって思っちゃう。離れても芸能界。ああ、そうです、今のところね。お金の問題はありますよ。お金もやっぱちょっと家賃とか授業料は高いもんで、お金はちょっと心配なのと、あとは何だろうな、あっちで最低その家賃とか省いて生活費に1日いくらで暮らせる、うん、1000円は無理か。1000円は無理かな。ランチだってまあやっぱり、うん、安くても600円ぐらいはしちゃうかな、ランチだけでね。そうかそうか、600円700円か安いの買っても。それでだって何でか知らんけど、みんなさ朝コーヒー飲むじゃん。スタバとかコーヒー飲んでもあれが一番安いのでも300円ぐらい。ああ、やっぱ物価高いんだね。2ドルいくらでしょ、まあ、日本でまあ200円ぐらいかな。じゃあそこを全部切り詰めて、うん、ギリギリの生活ちょっと暗い、苦しい精神的に。
あでもね、あの全然お金使わなくなりました、カナダ行ったら。あ化粧品もだってもう全然化粧もしないし、で化粧品 もだってあのドラッグストアで売ってる安いのだし、あこれあの私のカナダファッションです、これあのこればっかこればっかでも、あこの靴下100円、靴下ひどくないですか、あこれ、あのね、ま、間違えちゃった、あのは履き替えの忘れちゃった、本当ですか、これパジャマの、パジャマ寝てる時に履いてるやつわかるわかる、履いたまま靴下履き替えの忘れちゃった、だからこのスウェット、スウェッ ットカナダの人でおしゃれな人あんまり見たことないって言ってたもんね、あバンクーバーはねおしゃれな人はゼロ人です、はあ、そこだけワンパターンみたいな感じで、夏はねびっくりする、あのねスポブラ、スポブラと、あの腹ここ全部肌色よ、はあの肌っつか腹出してスパッツ、スパッツ、へスパッツ、それはもうヨガウェア、ヨガウェアなの、本当にヨガをしたそのままの、かあのあれで歩いてるの夏は、おおマジでマジで、ね、でもまあお金は使わなくなった、ファッションメイク全然全然で、飲み屋だって3000円ぐらいですね大体いつも、へえ、こっちだったらさやっぱさ見え張ってさ、なんかちょっと1万円ぐらいとかさ全然いっちゃったでしょ、それが今3000円、もうじゃあ完全に学生、学生学生のノリで、うーん、しかもやっぱストレスなさそうだもんね、みんなにあげたお土産だってあんた100均みたいなところで買ってチョコレート渡しといてもね、でもうちのお土産もひどかったよ、あれ高いですよ、あれあれ高いんかな、あれナチュラルの清水さん、清水さんは世話になってるから一番高いお土産持ってたのあれナチュラルの一番高いやつ、あ私のやつか、猫のやつじゃなくてね、猫のやつ、あれ 100円均一、あれそれを言ってるんですよ、あれ200円です、私のは あれね、あのどっか痛い時に、そう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 、匂いを嗅ぐだけで、あのこういうとこ塗ると治るとか、あの意識高い系の人はみんなそうですから、ありがとうございます、ね、お薬の前にまずこういうものでちょっとトライするのよ、意識高い系はそれやめた方がいいと思いますよ、薬の方が早いですよ怖いよね、声に自信があるから怖い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 